ハローワールド安のエンジニアニュースをお送りします。今日は2月3週目のニュースです。はい、今日はですね、この3つのですねニュースをやっていきます。 Web コンテナ API リリース、 GitHub コパイロット CLI ウェイティングリスト受付開始、 Fixie.ai、 この3つをですねやっていきたいと思います。はい、では1つ目のニュース、 Web コンテナ API リリースです。ウェブコンテナっていうのはですね、ウェブアセンブリと最新のブラウザの API、なんかファイルシステムアクセス API とかをですね、使って、ブラウザ上に開発環境を構築するための仕組みになります。はい、どんなものかっていうとですね、ちょっと動画見ていきますが、なんかこんな感じで用意されてますと。Next.js 選びます。で、ブラウザ上でなんか動いとるみたいな。まあ、インストールされて動くみたいな。まあ、こういうことがですねできるようになってきているっていう感じですね。もうあのブラウザ以外のなんか VS コードとかあの JetBrains とかなんかそういうのを立ち上げるんじゃなくて、まあそもそももうブラウザで開発しちゃいましょうみたいな、まあ、そういう感じのやつですね。はい、今回のリリースでですね、自分のアプリとかサイトとかにですね、ウェブコンテナをなんと埋め込めるようになっています。埋め込み方は、インポートウェブコンテナ、アットウェブコンテナ、すら API と。で、インスタンスをですね、window.addListener のロードの時に、ウェブコンテナインスタンスっていうのをですね、まあなんかウェブコンテナブートっていう感じで、やりますと。で、ローカルファイルにアクセスしたい時とかはですね、web コンテナインスタンス .mount でファイル名みたいな感じでアクセスするっていう感じですね。で、これをうまく使ってるサイトとして、スベルトキットのチュートリアルではですね、まあ、これを使って書きながら学べるチュートリアルを提供しているようです。まあ結構よくですね、あの JS フィドルみたいな感じで、こう、ブラウザ上で開発するやつあると思うんですけど、まあそうじゃなく、もう実際にローカルに置いて、ローカルで動いてるみたいな、まあそういう感じですね、のことが、まあできるようになったと。まあこれがあることで何が変わるんだっていう感じはあるんですけど、こう、やっぱりできることが増えると、いろんなですね、ウェブサイトを作ることができるので、まあ今後ですね、僕たちが思いも知らないようなウェブサイトが作られたりとか、まあ僕らがですね、思いも知らないウェブサイトを作ることができるよっていうのは、まあ知っておいてですね、損はないかなと思います。はい、続いてのニュース。GitHub Copilot CLI ウェイティングリストが受付開始されているので、ぜひ皆さんですね、ウェイティングリストを登録してください。はい、GitHub Copilot はですね、AI とペアプロができるツールです。なんかコメントとか書くとですね、ガーってこう、あのコードを出してくれるみたいな。そういう感じのやつですね。VS コードとか JetBrains とかですね、まあ、主要なですね、エディターと連携して、コメントからコードをですね、自動生成できます。まあ、今回のリリースで、ウェイティングリストに追加されることで、まあ、GitHub Copilot をシェルとして連携して使えるようになりますと。で、例えばですね、TS ファイルの一覧を取得する方法を聞きますと、こんな感じで、リスト TS ファイルズみたいに書くと、こう、なんかいろいろですね、こう答えてくれて、なんかこんな感じで書くんじゃないのみたいな。まあ、そういう感じですね。まあ、今流行りのチャット GPT みたいな感じでですね、まあ、CLI 上でやり方聞いて、それを、まあ、すぐ試すみたいな。まあ、そういうことがですね、できるようになって、もう、ますます AI 駆動開発がですね、まあ、これからもう完全に実現されてきそうっていう、まあ、予感を感じますよね。あと、例えば、Git の中で、コミットをですね、コミットの中で、なんかこう、fix っていうのが入ってる、コミットメッセージ出せみたいなやつもですね、まあ、簡単に出せると。まあ、こんなん覚えてないじゃないですか。そういうことをですね、もう、聞いたらやれると。コマンドをいちいち覚える必要はないみたいな。そんな時代がやってきています。今でさえですね、Google で検索して何個か見比べて、あ、多分これだな、ポチーみたいな感じだったと思うんですけど、もはやですね、AI にどうやって聞くのって言ったら、これですよって言ったんで、それをこうもう言われるがまま、よくわかんないけど、書いたら、まあ、動くっていう世界がですね、やってきますと。脳死で何でもできるみたいな。そんな感じの世界がやってくるかもしれません。はい、続いてのニュース、Fixie.ai ですね。Vibe API や Slack、Notion などと連携して、それらのコンテンツを学習したチャット GPT のようなツールを作るためのサービスです。開発者向け SDK も公開される予定で、アプリに組み込むこともできますと。はい、これですね。まあ、待ってましたと。もうチャット GPT がすごすぎて、チャット GPT 作りてっていうですね。もうみんな思ってることですね。もうあんなすごいのができるんだのが、自分専用のカスタマイズしたチャット GPT 作りたい。まあ、そういう夢がですね、まあ、速攻で実現されそうみたいな。そういうサービスになるので、まあ、要チェックです。
はい、この fixy.ai なんですけど、まあ、数週間後にですね、アーリーアクセスが開始されるんで、まあ、詳細はですね、ちょっと不明なんですが、Google カレンダーとか GitHub と連携したり、直近の地震の予定をボットに聞くと答えてくれるという動画が公開されていますと。もうこれ、休んにもうすごい役に立つやつ、もう本当にですね、ミーティングとか、今日何やるんだっけとか、まあ、よく忘れるっていうのがあるんで、もう AI がですね、もう勝手に聞いたらやってくれるというか、聞かずにこう忘れてないですかみたいな感じになってくれる世の中を、まあ、切望しております。はい、似たようなサービスでですね、カスタム GPT.AI っていうのもありまして、まあ、これはですね、学習させたいサイトのサイトマップを登録することで、そのサイトに特化したチャットボットを作れるサービスです。で、料金がですね、ベーシックプランで、1000ページ書いてある3プロジェクト外部公開負荷が49ドルと、スタンダードプラン5000ページ、書ける10プロジェクト、外部公開可能が月額99ドル、ボット外部公開して誰でも使えるようにしたい場合は、スタンダードプランに入る必要があります。これ外部公開可能です。という感じで、まあ大体1ヶ月、今だとまあ1万4000とか、まあそのくらいかかるという感じですね。はい、このサービスすごい、まあいいんですけど、作成したボットはですね、もう本当に何にでも答えようと、まあチャット GPT みたいな感じと。なんで、サイトと無関係な質問もですね、回答を返してしまうようです。またですね、スタンダードプランはですね、500キロの、クレジットまで質問を返せるんですけど、まあ1回の質問で、まあ7から1キロくらいのクレジットを消費するんで、まあ500回くらいしか質問に回答できないっていうやつはあるんですが、こう、チャットボットとしては、チャット GPT みたいなボットがもう答えてくれるなら正直人間いらなくねみたいな感じなので、まあ、すごいサービスになるかもしれないですね。本当にチャット GPT はもう世の中を席巻してきているというか、こう、エンジニアの僕らが、こう、ああいう技術に対して、こう、数ヶ月で気づくっていうのは、まあ結構あると思うんですけど、もはやもうなんか数ヶ月しか経ってないのに一般の方でもみんな知ってるっていうのはちょっともう驚きですよね。本当に革命が起きている感じを感じます。はい、今日はですね、この3つをやっていきました。もうですね、チャット GPT によってこう世界が変わろうとしている中でですね、まあチャット GPT っぽい AI 系のですね、サービスもいっぱい出てきているので、エンジニアとしてはですね、この AI をどう活用したら、まあ自分がまあうまく立ち回れるのかというのをですね、もう本当に考えながら生きていくっていうのをですね、真剣に考えないといけないなと思います。はい、ここからはですね、まあ告知というか宣伝になるんですけど、まあザハックっていうですね、ヤスンがやってるオンラインサロンがありまして、まあそろそろ今週ですね、第2回のチーム開発が終わります。第2回のチーム開発は、Rails と Next.js を使ったウェブサイト制作だったんですが、まあこれがですね、まあ今週で終わるので、これが終わったらですね、第3回のチーム開発をですね、もうちょっとしたら始めたいなと思っております。まあ今のところのですね、チーム開発のネタは、まあ僕がですね、基本的に考えていますが、なんかどしどしですね、なんかこういう開発したらいいんじゃないのとか、まあ一応休むの中にもですね、こう計画があるんですよ。こういう感じでこう学んでいくと、強エンジニアになるんじゃないかみたいな、まあそういう計画があるので、まあそれもありつつ、ご意見もですね、まあ聞きながらサロンの運営をしていきたいなと思っていますので、ぜひですね、ご参加いただけると嬉しいです。今ですね、サロン50何人かくらいで、80人までがなんかちょっと安くなってるみたいな。まあそういう感じで、かつですね、初月は無料なので、まあぜひですね、入っていただいて、こう活動どんなことしてるのかな、みたいなのを見ていただくだけでもなんか嬉しいなと思います。はい、安野エンジニア大学はですね、エンジニアの皆さんに役立つ情報を、毎回届けていきますので、ぜひですね、チャンネル登録、友達への紹介よろしくお願いします。はい、では今日は以上にしたいと思います。オンラインサロンザハックのここがすごい。東京都千葉県に0個のキャンパス。全国何個目かのエンジニア向けオンラインサロン。創業0周年。エンジニア魂。安野エンジニア大学。